慣れないと難しいかもよ。見ててあげる。1999年の日本、 S 市森尾町に住む不良の高校生東方丈介。彼はジョセフ・ジョースターの隠し子であり、血縁上は空城丈太郎の叔父にあたる。ある時、丈介は丈太郎と出会い、森尾町に迫る危機を知らされた。その直後、スタンド使いにして殺人鬼片桐安十郎、通称アンジェロにより警察官の祖父を惨殺されてしまう。丈介は祖父の代わりに町を守ることを決意し、襲ってきたアンジェロを岩に同化させ封印した。だが恐るべきことに、この町には弓と矢を使い悪のスタンド使いを増やす人間がいるのだった。恐ろしい右手。スタンド使いだと？てめえスタンド使いなのか。東方丈介、お前はこの西村奥康のザ・ハンドが消す。ザ・ハンド、クレジットヤマト、空間を削る。射程距離内に帰ったね。どうやるか。蹴りをつけてやる。いいか、やったー。休暇を切って空間を削って、警告。いいか、ダムが一体何なんだ。殺すタコが。自分に何が起こったのか、さばいてもらうがいいわ。ほう、なかなか素早いじゃん。超える。相手だ。削り取ってやる。俺を追い詰めたつもりか。ファイナルラウンド、ファイト。チャーク、アタック、チャーク。君が出るぜ。スロースギルぜ。小指一本でお前の腕を吹っ飛ばすと予告しよう。チャーク、チャーク。
ぜ。おお、なんじゃこれ。スピッドファイヤー。どいつか。ゴリ。おお。どういうこと。ゴリ。反省した。ゆし。ゴリ。しとくれ。この小指だけしか使わない。どういうこと。精神が未熟なんだよ、お前は。あの兄貴を精神的に上回ってなきゃ敵討ちなんて最初から無理なんだよ、ボケが。ウルトラスーパーギタリスト。行くぞこら。俺はよ、東方丈介。おめえに対してかなりふざけてたような気がするよ。自分のよ、ふざけた考えは反省して改めなくっちゃな。ラウンドワン、ファイヤーボルト。どうぞ。やべえ。力っせ。万来の拍手を送り、世の中のボケに切って打ちのめす。どうで、これはどうや。こいつどうやってる。切って打ちのめす。どうで、切って打ちのめす。どうで、これは人事は。どうしてレッドホットチーペッパー。レッドハッシビラルズ。スクラッドファイヤー。レッドハッレッドハッやばい。アクミがこの小指だけしか。クレイジーダイヤモンド。レッドホットチーペッパー。いきなりマックスだぜ。あくびしたものか。こいつは迷う迷う。レッドホットチーペッパー。小指一本でお前の腕を吹っ飛ばすと予告しよう。根元にできねえぞ。この小指だけしか使わない。万来の拍手を送る。世の中のボケ。どうぞ。首が出るぜ。ノックアウトして見せるぜ。
警告。この小指だけしか使わない。使った電気料金は全額てめんちのメーターにつけといてやるよ。漫画家のうちへ遊びに行こう。あなたのスタンドで攻撃するの直ちにやめてください。さもないと。実にいい、実に気に入ったよ。君の性格、読者からもきっと好かれると思うよ。ヘブンズ・ワン！ファイト！負けなくて僕らへ！シェイパン！襲い取って！戻れ、戻ってこい。どんどん書きたい。この岸辺露伴が金やチヤホヤされるために漫画を描いてると思って。もし僕が失敗、最初はグーだ。よし、どうぞ。どうぞ、どうぞ。よし、はい、僕は再起不能にさせてもらうから。遅い。どうだ。警告、次の命を尽きて。一体何なんだ。お前に能力がボロボロになる。先手必勝。やばい。君の記憶をもらう。いや、これで君の記憶をもらう。僕は成長している。漫画家としてもスタンド使いとしても。ファイト！負けないぞ！クレアゼロ！アクトツイ！デモーション！お前くん！やかましい！よし！タッ！ボゲン！デモーション！アキッ！許さないぞ！必殺！エコー！次のリッチ！アキッ！許さないぞ！許さないぞ！先手引く！必殺！エコースリーフリーズ。ボギャン、そこまで。必殺エコースリーフリーズ。アキ許さないぞ。アクトスリー、ここまで。スローゼロ、アクトスリー。ホレイ、おしまいだ。イツボギャン、イツイツ。なぜ僕がビクビク後悔して、お願い神様助けてって感じに逃げ回らなくちゃ。ヘブンゼットワーン。君にはセーフティーロックをかけさせてもらう。これで君は僕に攻撃できない。どんどん書きたい。ヘブン、どうすればいい。光一くん、君のリアリティを僕のものとさせてもらうぞ。光一を救え。妙な動きしてみろよ、スタン
3度叩き込むからよ、ダボが。奥安くん、君には興味なかったがしようがない。君も資料にしとかなくてはな。先手必勝。ファイト。やっ、空間。出てきた。やっ。君の記憶をもらう。戻ってこい。どういうことだ。せい。そこだ。最初はグーだ。この岸辺露伴が金やチヤホヤされるために漫画を描いてると思って。やっ。どんどん描きたい。はい。それ。どんどん描きたい。空間を削ってくたまりやがれ。ダボが瞬間移動。と。どんどん描きたと言った。いや。で。ダボが捕らえたぜ。いけ。いけ。ダボが。書きたくて書きたくてしょうがない。どんどん書きたい。どういうこと。無差別。遅い。有無を言わせず先手必勝。僕も再起不能にさせてもらうから。最初はグーだ。僕は漫画家として最高のネタを掴んだぞ。よし、やるかよ。ボーディング。なんじゃそりゃ。どうだ。それ君の記憶をもらう。うげえ。うげえ。せい。戻ってこい。どういうことだ。それ。いいだろう。ダボが捕らえたぜ。バカだ。いったん。さあ。君にはセーフティーロックをかけさせてもらおう。これで君は僕に攻撃できる。遅い。有無を言わせず先手。これよ。どんどん書きたい。ヘブンズ。遅い。バカだ。僕は成長している。空間を。君のキャラクター意外と固定のファンがつくかもしれないな。小汚い野鳥の住処。君のそのヘアスタイル笑っちまうぞ、ジョースケ。20、30年前の古臭いセンスなんじゃないの。かっこいいと思ってんのかよ。ラウンドワン、ファイト。その髪型ダサいね。今俺のこの頭が上等いけた。おとなしくしてろ。よし、ずるい。最初はグーだ。この岸辺露伴が金やチヤホヤされるために漫画を描いてると。ベアリングだ。もし僕が主人公に能力がボロボロになる。ヘブンズ。遅い。ライフ。クレイジーダイヤモンド。ヘブンズドア。もう上等じゃねえか。どかねえとマジに顔を歪めてやるぜ。いっ、最初は最初はグーだ。貴様程度のスカタンに
この露伴が舐められてたまるか。はっきゃ、根元っていねえぞ。いいかげんだぜ。はっ、さっきってぶちかぶし、君の記憶をもらう。先手、よし、いいかげん、クレイジーダイヤモンド。射程距離内入ったぜ。これはそこだ。上等じゃねえか。これ最初はグーだ。僕は成長している。漫画家としてもスタンド使いとしても。ヘブンズクワー。その髪型ダサいね。今俺のこの足が遅い。有無を言わせず先手。遅い。やっぱり僕再起不能にさせてもらうから。僕は再起不能にさせてもらうから。いいか、僕は再起不能にさせてもらうから。や、僕は君の記憶をもらう。この岸辺露伴が金やチヤホヤされるために漫画を描いてると。押し離せ。僕は時速70キロで自分の体は背後に吹っ飛ぶ。最初はグーだ。いいクレジョン。ヘブンゼットワーク。君にはセーフティーロックをかけさせてもらおう。これで君は僕に攻撃できない。実にすごい体験させてもらったよ。森王朝の怪物。正体を表したな。そんじゃあよ、平穏じゃねえ顔面に変えてやるぜ。闘争は私が目指す平穏な人生とは相反しているから嫌いだ。ラウンドワン、ファイヤーさん、ライフルだ。どうだ、吹っ飛ばす。吹っ飛ばす。ドラッドルだ。ここがなんのかよ。ぶっちぎるぜ。ヒロドルドラ。どうだ、かかわざるを得ない。いいか、どうしようもない。この嫌いを仕掛け、運は味方してくれている。いい加減にしろよ。かかわざる、かわいせぞ。まことにすみません。はい、済み次第、はい、すぐ会社に、はい、向かいますので、はい、あ、失礼します、部長。ラウンドワン、ファイト。こんなの始まるよ。始末が悪い。力空気だ。ライフルだ。ライフルだ。こいつに死ぬ。こんなだろ。こんなこと。キラークイーン第3の爆弾。限界だ。押すね。やったぞ。発言したぞ。どうね。はっ。
戻ったぞ。ライフルだ。ユーサー切ってぶち壊す。どうで。ユーサー、こんなふうに直射だ。ダブル。バリアだぜ。おっと、ダブル。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 ああ。これは。ストレイキャット。防御してチャンスは訪れた。激しい喜びはいらない。その代わり深い絶望もない。植物の心のような人生、そんな平穏な生活こそ私の目標だった。黄金の精神。キラヨシカゲには俺のクレイジーダイヤモンドを必ずぶち込んで倒す。クレイジーダイヤモンドとの接近戦はなるべく避けるのが得策。ラウンドワン、ファイト。バリアだぜ。ストレイキャット、チャンスは訪れた。ここはファイアークイーン、戻る。クレイジーダイヤモンド、始末に当たれ。フットライフルだ。フットライフルだ。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 これはフットライフルだと。これはコンビューサーでかいぜ。切ってこっちに来る。おい、どうだ。フットライフルだ。誠にすみません。はい、済み次第、はい、すぐ会社に、はい、向かいますので、はい、あ、失礼します、部長。ラウンド2ファイト。吹っ飛ばす。ベアリングラス。吹っ飛ばす。ストレイキャット、打ちかます。防御してくれてる。ああ、根元を出てくれるぞ。こんなこと。こんなこと、これは戦わざるを得ない。いいよ、キラー。お、第一の夜。ああ、根元に出ちゃねえぞ。こんなこと、戦わざるを得ない。これはキラークラフィー。切ってぶち壊す。第一の爆弾。キラークラフィー。第一の爆弾。ライフル。お、君の名を聞かせてもらおう。ワンプリーブ。運はこのキラヨシカゲに味方してくれるんだ。ジョウスケたちによって追い詰められたキラは救急車に轢かれて死亡した。そしてその邪悪な魂はレイミとの対峙を経て決して振り返ってはいけない小道に連れ去られていった。さばいてもらうがいいわ、キラヨシカゲ。どこに、私はどこに連れて行かれるんだ。あ、さあ、でも安心なんてないところよ、少なくとも。うわあ！
森王朝に救う怪物は町を愛する者たちの黄金の精神によってついに取り除かれたのだ。レイミは町を去る時が来たと告げ、露伴や光一たちに見送られて穏やかに成仏する。さよなら、レイミさん。死んだ人に言うのもなんだけどよ、元気でな。俺も寂しいよ。あんたは立派な女性じゃ。あんたのことはここにいる誰もが忘れはしないじゃろう。ありがとう、みんな。さようなら、みんな。こうして1999年の夏はほとんどの人々にとっていつもの夏と同じように当たり前に過ぎていった。